Wii Music は Nintendo 開発発売の Wii 専用ゲームソフト。Wii リモコンの特徴を活かして66種類以上の楽器を実際の双方に近い動きでプレイでき、楽器の演奏を疑似体験することで手軽に音楽を楽しめる。いわゆる音楽ゲームであってリズム符を表示させることも可能であるが、どのように操作してもゲーム側から音階が自動調整され、 音程を外すことがないため、プレイヤーが間違わないようになっている。キャッチフレーズは、誰にでも音楽を奏でる感動を。楽曲は、クラシック、童謡や民謡、ポピュラー音楽、ニンテンドーのゲーム音楽などの52曲が収録されている。1曲のそれぞれのパートを演奏して編曲することができるほか、他人数で同時に4パートまでのセッションが可能。 似顔絵チャンネルで作成したミーに対応しており、登録したミーを自分のプレイヤーとして使用することができる。演奏の内容はミュージッククリップとして記録され、他のプレイヤーと任天堂 Wi-Fi コネクションを通して共有することができる。Wii 専用ソフトの Touch Generations シリーズの一つで Wii の発表時点でタイトルや構想は発表されていた。 コンセプトを考案した宮本主ゲルはゲームでも楽器でもないものを作ってしまった新しい楽器のようなものと発言。ゲームの制作には戸高一世、長田ゴ太、タ、峯岸通る、横田正人、長田淳成、渡辺隆、弘、近藤浩二をはじめとした数多くの任天堂の音楽スタッフが携わっている。Wii スポーツ、Wii フィットに続く Wii 第三の キラーソフトとして期待されたが、初週売り上げは約10万本、累計売り上げも約40万本と前日のに、タイトルに比べて伸び悩み、ロングセラーソフトにはならなかった。岩田聡社長は本作に対して面白さ、わかりやすさをうまく伝えることができなかった。もし本作と街へ行こうよ、動物の森が売れ続けていれば、2009年前半の 失速も免れただろうと語っている。また、本作に対する評価は非常に大きく二分しているという。ありがとうございます。